コモさんです。こんにちは。今日は、神奈川からコモさんが来たので250万かけた優先をかかってんのかな、説明しまおうと思います。はい、お願いします。まずは、うん、まずはビートのガードですね。はい、これなんぼ。なんぼ。これ1万なんぼだな。1万なんぼ多分。じゃ高いやつからいこう。高いやつ、ビートのマフラーの2本出し、お元気ですね。あれでしょ、ノブさんが狙ったやつね。そうそうそう、いつかノーマルに変わるんじゃないかなって。これなんぼ。32万ぐらいやったかな。お、確か取り付け込み、込みやったかな、ちょっと忘れたけど、うん、30万ぐらい。30万ぐらい。じゃあ次行きましょう。次ビートのバックステ、お、おそう、アルマイト青色入れて、うん、あ、これアルマイトなのね。そうそうそう、アルマイトしてもらって、うん、え、もともと何色？シルバーとかだけ、はいはい、でカラーオーダーで青にしてもらって、うんうん、8万ぐらいかな。多分何もなくて7万。なるほど。まあ取り付けとかあとちょっと金かかるけど、うん、あれ、ここまで50万違う違う。で、で、ブラックシルバーのチェーン、お、 DOD だっけ、やったかな。これが3万ぐらい。チェーンに3万かける男やったと思う、多分。で、黒毛が、黒毛自体はそんなに高くないはず、うん、多分1万もせんのやなかったかな。で、うん、チタンのそのブルーのナット、うんうんうん、で、1万なるほどね。うん、そうそう、これこれね、これよ、このナットよ、ナットだけで。ちなみにそのエンジンとかのボルトを全部その青とかのプタンナットに変えた場合、大体人選1台で20万は超えるという話なんで、最終的にはもうナットを変えていくしかないかな。なるほど、300万のバイクになってる。変えるなんて。これ、この、これなんだっけ、チェーン調整のやつが、フォロワーさんからいただいて、お、貢ぎ物。そうです、そうです、貢ぎ物。いただいたものを青のアルマイトにしてもらって、はい、タイヤ、このスプロケとかタイヤ交換、はいはいはい、その時に一緒に変えてもらって、うん、青になりました。なるほど、うん、だよね。あとなんかな、なんかどうですか、みんな驚く。これやってねえだろお前らみたいな。やってねえだろってことはないんじゃないの。これはこれは、どこは、バイク神社の第一バイク神社の、はい、うん、あれ名前なんだっけ、栃木にある、うん、あー名前が出てこんぞ、安住神社、はい、かな、かな、ああ安住神社、うん、だったと思う、うん、で買った青色のヘルメットのてるてる坊主です、うん、これがついてないのはよく売ってますよね。ああ、そうですね、うん、そう、その辺にね、うんうん、これあったんで即買いです、うん、なるほど。これは買えないのね、これは。買えますよ、いずれ、いずれ、うんうん、だからここほらなんか透明のとかあるし、はい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 、アクティブさんのだったらほら、うん、なんかオイルが青色とか赤とか緑とか、それを青色に後ろと前と変えたり、うん、まだまだサスもナイトロン入れたり、うん、したいです、したいです。あといくらかかる予定ですか。あと5、60万いります。頑張って働きます。あ、まあ、あとカーボンよね、本当ね。そうよね、フェンダーカーボンね、うん、ここはもう塗装です。どこをどう塗装する予定ですか。アンダーカウルとホイールですね、ホイール、うーん、リムテープ貼ってるけど白に塗ると汚れが目立つからとちょっと悩み中だけど、はい、まあバランス良くするなら白かなと、うんうん、いや最初はほらアルマイトの青とかって思ったけど、うんうんうん、多分
アルマイトの青じゃちょっと暗くなるから、はい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 、この辺も結局、うん、だから白の、うん、まあ、マルケとかの白は買えないから、うん、これを白に塗る。マルケを買えばいいんじゃないか単純にそれだけで50ぐらいいくのに、それだから200万でいけるそう、皆さん聞いてますか、白にしようかなと。トモさん、皆さん聞いてますか、これこれに50万かけるんですよ。この黒いの棒みたいなね、ホイールって今テープ貼ってますけど、これに50万かけるそうです。いや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 、家にお金入れないそうです多分殺されます。うん、そうそう、塗装だとね、うん、安く済むので。この辺は、この辺はそんなに、これもう1000円もしないんじゃないかな。これでも純正じゃないよね。あ、これは純正、純正の、え、これが純正、これ純正のワイドのスモークなんです、うん、だけどあの川崎プラザで買える分、おこれのクリアで、うん、もうちょっとこうサイズがちっちゃいのが、うん、まあもともとついてる、うん、これが1万2、3000円ぐらいなんだよね、うん、多分。これなんか特殊な、そうそう、これ、うん、富士ライフランド富士で、うん、結構前に1回売られたらしくて、うん、で今回は長野のライコランドで限定で何枚か出た色です、うん、これライコランドしか売ってないの、かつ、うん、富士と前、今はもうないかもしれない、うん、長野で何枚か出て、うん、あの注文したら送りますよっていうことで取り寄せて、これは手に入れた。何人かね、これ結構食べてる。あ、なんか見た見た、ツイッターで、はい、気になるのかですよ。気になるとこ行っていいですか。いや、俺が聞きたい、それは。まだ黒なんでグッチさんがここ変わってたの。ここなんで黒まだ来ないのよ。何作るの、わかんないよ。だから俺、うち紹介ずっと教えるのに全然グッチさんが変わってるじゃん。ここなんで黒、まだ黒の、シンさんとさ、あれ、おかしいね。ここがなんで、ほら、はい、白は白じゃないのかなと。確かに。で、これはなんで白じゃないの。いやいや、ここは青だよ、カエルだろ。ここが青ね、ここは白、ここは黒、黒、そう、黒、黒にしようかなと。この子、何ですか。これはエアーテッカーって、エアーをこう結局ずっと見れるやつですね。今ちょっと減ってますけど、うん、これが5、6000円ぐらい、うん、で精度はまあまあじゃないです、うん、で万が一、うん、例えばパンクしたまま帰ってて、うん、傷数まとめますよね、うんうん、ただ朝エアが減ってたら、うん、こう触った瞬間ピーって音が長くなったりするんですよ。そしたら間違いなくパンクしてます。お、それは1回経験済みです。はい、これなんていう商品ですか。わかりません。エアーどうだっけな。じゃあ概要欄からご購入ください、はい、あ、これはねはい、またはい、概要欄に貼っておきます。はい、お願いします。はい、エアーいいと思いますよ。ただ、あ、うん、一つ、はい、どうぞ、このエアバルブですね、うん、このこれに変えてなくて、うん、純正のままこれをつけると、うん、ヘッドが重くなって、うん、あのゴムだから曲がるんですよ、はいはいはい、遠心力で、はい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 、重いから、だからこれに変えてこれをつけることをお勧めでした、うん、実際曲がるんで本当。皆さん分かりましたか。そのままつけてるんだけどもう直りますよ。前靴じゃなかった。え、靴じゃなかったの。そう、靴があれ、靴のちょっと擦っただけでもげてだからこれを上に、はい、ちょっと靴を買うために、なるほど、靴を乗せるために買いはしたんですけ、ね、どまだしてない。なんか良さそうやね、ゲルさんもね。あ、これはもうドッペルギャンガーさんのバッグもそうですけど、ドッペルギャンガーさんの、うん、なんかやっぱりメッシュなんで、うん、風がケツに下通るから、うん、ちょっと涼しいんじゃないですかね。多分皆さんが知りたいのは、これの中身は、中身何も入ってません。トモさんのパニアケースには何が入ってるか。何も入ってない。いや、入ってないことはないけど。その中からちょっと誰かにプレゼント。エロ本出てくるって。いや、プレゼントするもんなんか何もない。今ぐちゃぐちゃ入ってるだけだもん。何も入ってないです。こんな感じです。何も入ってないはずです。特任選会のインテリアとかの。パニアの中はこれです。こっち何か入ってたっけ。あ、本当プライベートな空間みたいな。こんなもんです、ね。あ、これ使ったやつ。そうですか。これ。そうです。あ、そう。今日朝来てたやつ。使用済みです。
使用済みです。今日初おろしです。おかげで濡れませんでした。まあ薄くてで安くて、まあイージスは、うん、コスパ的にはいいんじゃないでしょうか。はい。はい、じゃあ総括で人選を、まあ、この中見るとさすがにちょっとかわいそうなんで見ましょう。総括、人選の総括を。どんなバイクですか。最高人選のバイク。そうですね、やっぱ長距離も行けて、まあ山もね、それなりに攻めて走れ遊べて、それなり、はあ、それなりですよ。それなり本気だったらもう、そう言ってたけど、いやガチだったら SS の方がね、はい、もちろんいいと思いますけど、まあどこに行ってもオールラウンダーで楽しめるバイクじゃないですかね。はい、うん、で仲間もいっぱいいますしできた、まあ、人選仲間っていうのがかなりできて、全国どこ行っても、誰かと走って遊べるという、うん、今仲間が増えて楽しくさせてもらってます。これからもどうぞよろしくお願いします。仲間がいるとウィンカーが折れてもその日のうちに貸してくれたりとかそう、もう本当ね、ありがたいことにどこ行っても誰かいるんで、うん、ありがたいですね。集まれってなったらバーッとみんな来ますからね。じゃ最後四国人選、四国人選会の、そうですね、四国人選会として、まずは今年できなかった、うん、四国人選ミーティングを来年、まあ、同時期ぐらいにやる予定ですので、うん、また詳細が決まり次第、ツイッター、インスタ、まあ、ポスターはちょっとわかんないですけど、そちらで募集というか、来ていただける方を募集しますので、四国一同、まあ、四国人選会一同お待ちしてますんで、またエントリーのほどよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。本日ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。トモさんでした。